ックボクシング界を統一できるようなそういうカリスマになりたいなって。MMA、キックボクシング、空手とかいっぱいありますけど、やっぱりキックボクシングが一番好きで、いやこう今いろんな団体だったりとか本当に盛り上がってるけど稼げるまだ業界に なっていないと思うし、それでやっぱスターがいないからであってカリスマの選手に僕はなりたいと思ってるし、今こう業界にまたしても俺しかいないんじゃないのかなって、変な自信があるんですよね。もう残り10秒です。京都で、いや左フック当てたか、川上か、アタリウスイ流星、アタリウスイジャッジ2社が30対28、1社が30対29。まあ今日の勝利に別に特に何も言うことはないと思います。皆さん6月代々木で会いましょう。ありがとうございました。おっと、シュートボクシング日本フェザー級王者山田小太郎がリングに上がります。シュートボクシング日本フェザー級現チャンピオンの山田小太郎選手がご来場いただいております。ノックアウトファンの皆さんこんにちは、はじめまして。すべて日本フェザー級王者の山田小太郎です。川上選手に勝ってシュートボクシングに勝ったと思ってほしくなくて、シュートボクシングの一番は自分なんで、すべて対ノックアウトやりましょう。ノックアウトより発表があります。山田小太郎選手の、怪我により、山田小太郎選手欠場と、なりました。その中でこう、いろいろ思いを頭を巡らせながら考えた中、やっぱ久井選手が6月2日に、ね、試合した時に6月23日どうしても出たいというアピールがあったことを思い出しまして、でふとお父さんにかけたら、実はちょうど今電話しようと思ってたと。でもう被災はいつでも行けるように体重調整もして練習もしてると、前日計量で誰かオーバーした場合は行こうと思ってたぐらいのことを言われて、もう本当にお願いしますと。流星選手の方にも会長の方に言ったらやりたいと言ってると。ノックアウトにとって非常に意味のある試合になるかなと。この試合、初代ノックアウトブラックスーパーフェザー級王座決定戦とさせていただきます。まあ、こういう形で戦えるっていうこと、まあ、それがタイトルマッチになったりとか、まあ、チャンスやなって思います。試合をかけられるときは僕もちろん見てましたし、応援してましたし、で個人的に本当にファイトスタイルもそうですし、目つきというか生意気な感じというか、昔の自分にすごい被るなってところがすごいあって、見てた子なんで、そのアマチュアで試合見に行って強いと思って、その時にと、まあ、今やるんやっていう。久井君は流星君とやりたいとか目標にしてたというところがあって、ただ 57.5 ということだったので交わることがなかったんですけど、ね、60キロで交わるということはこうやはり何か縁があるのかなと。ハプニングで今回じゃないですか。こういうことがないと絶対にこう巡り合わなかったと思うんで、まあ、そういう運命だったんだなと思いますし、本当にこの試合レベルスノックアウトで育ってきた2人が代々木のセミファイナルでタイトルマッチをやるという、非常に感慨深いというか意義深い試合になったかなと思ってます。まあそこまで自分が来たんやな。
勝てば、ほんま日本のトップやと、まあ、自分は思ってるので。まあ、でもまだ早いよっていう。まあ、みんな僕対策されてると思うし、いろんな対策をしてると思うんですけど、みんな。それをしてもやっぱりみんな僕に勝ってないですし、僕負けてないんで、そんな甘くないよっていう。自分が勝てるって信じてたら勝てると思ってるんで。はい。必ず勝ちます。簡単な試合ではないと思いますけど、大人の強さにしたいと思います。で、このノックアウトを象徴する大会として、僕たち2人本当にノックアウト生え抜きといいますか、VS タダンダイ、VS 海外みたいなのも面白いですけど、本当にこのノックアウトを象徴する2人が戦うっていうのは本当にノックアウトっていう試合だと思いますし、まあ、メインがね、今回鈴木千尋とゴミというそのボクシングルールの試合じゃないですか。で、実質この試合が久井選手と流星選手になったということで、本当にこれがノックアウトなんだよって言えるようなマッチメイクになったの、季節してなったなとは思ってますよね。純粋なキックボクシングの、ルールの試合のメインだと思ってます。まあ、お父さんが勝てるって信じてやってるので必ず勝ちます。見てるお客さんだったりとか、会場に来てくれる人、 U-NEXT で見てくれる人にすごいパワーを届けられるようにしたいなと思ってます。